世界は逆さま。はい、こんにちは。世界は逆さまのひろきとあこです。はい、今日は3ヶ月に一遍でおなじみの歩行動画、はいはい、ちょっとむちゃくちゃ今日寒いんだけど、すごい寒い、うん、もうね、あの日本にはね四季があるからね、しょうがないね今までがちょっと暖かかったからさ、うん、で、今日はですね、通常の歩行ももちろんそうなんですけれども、はい、こちらパラケイン、うんうん、あのこの間ノーフェスに行った時に、あの実際にあのパラケインの制作の方とお話しして、そしたらすぐ実はお借りできまして、はいはいはい、で早速これでね、杖なしの歩行とどのぐらい違うのかっていうのをちょっと試してみます。はい、あとは普通の杖もどの比較かな、うんうん、というわけで、早速行きたいと思います。どうぞ。Thank you.
はい、はい、というわけでこちらのね歩行動画なんですけれども、これは私初めて、本当初めてね実際に使ってみたんだけど、なんか予想以上にすごいわこれ。なんかももちゃんので知ってはいたんだよね、うん、で気になる気になるってずっと言ってたよね。そうそうそう、私へのアピールかなって思ったんだけど、うん、まずこのグリップね、まあ握りやすいってもちろんあるんだけど、うん、地面についた時に推進力が出しやすい、うんうんうん、こういうね普通のね T 字杖、うん、まあコストコで買ったんですけれども、うん、これはどっちかっていうと上からこう下に向けて、あ、そうだ、ね、支えるって感じなんだけど、うん、このパラキンはね、この部分、ね、あ、そうそうそう、このパラキンのこの部分本当にこう足みたいになってて、うんうん、こう持ってると、まあ、第三の足として機能してくれるみたいなイメージ。ちょっとしなってるのかな、そうそうそう、ここがね、うん、カーボンでね、うん、いい感じで弾力をつけてくれる、うんうん、もうデザイン的にもかっこいいしね。そう、本当さ、うん、あのパラリンピックとかに出る人の義足みたいなさ、そうそうそう、イメージよ、そんな感じちゃんとした使い方があるらしいんですけれども、あ、そうなの、一切それを見ないでちょっと普通にやってて見てください、うん、ちゃんとさ、うん、左麻痺になってるの、左右対称じゃないんだよね、この部分が。あ、分かるかな、うん、だから右麻痺の下は右麻痺用に多分ここが、うん、だろうね、違うんだ、うん、すごい、すごい詳しい使い方とか、平地だったけれども例えばちょっと荒れてるところとか階段の上りよりはどうかとか、うん、ちょっと詳しいことをやってみたいと思います。はい、久しぶりに来たね、ガジェット好きとしては。ガジェット、そうですめっちゃアナログだけどでもかっこいいしね、そうそうそう、見た目かっこいいしさ、うん、なんかいいね、うん、すごくいいと思った、うん、というわけで、うん、世界は逆さま、パラケインを使った歩行動画、はい、パラケインを使った歩行動画でした。もうちょっとこちらは使い込んでいきたいかなと思います、はいはい、ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。